1599年に出版されたパバン州、ガリアード州、アルメイン州、ナラビニエア州、アントニー・ホルボーンはイングランド後期ルネサンス音楽の作曲家。シュターンやリュートのための独奏曲やバイオルコンソートのための合奏曲など、今日では気楽曲のみが注目されているが、生前は声楽曲や詩の創作に加えて音楽理論書の執筆活動も手掛け、 ジョンダウランドから、いとも毛がかいホルボーンと呼ばれたように、エリザベス一世の宮廷音楽家では並び立つものの、ない存在だった。1562年に、ケンブリッジ大学に入学し、1565年より、インナーテンプル法学院に席を置く。1584年に結婚する。1602年に、風のために他界したとされている。作曲家として、 同時代から最高の評価を受けており、ダウランドはエア州第2巻の第1局、僕は見た、あの人が泣くのを、をホルボーンに検定している。ホルボーンは、実著の大扉でエリザベス女王に仕えていると述べているが、1590年代には、外交施設の一員として、王室秘書官の初代ソウルズベリー博、ロバート・セシルの宮廷にも務めていた。ホルボーンの被護者は、 ペンブローク博夫人で作家のメアリスミスであった。ホルボーンは、著作、シターン・シナンにおいて、やはり作曲家であった兄弟、ウィリアムの間取りがあれ6曲を掲載している。シターン・シナンは、ホルボーンの最初の著書であるが、自作のシターン独創曲も載せている。序文で、ホルボーンはこれらの作曲について、若気の至りであると、謙遜しつつも、これらに、 たくさんの時間がかかったことをほのめかしている。1599年に、バイオルもしくはバイオリン族と管楽器のためのパバン州、ガリアード州、アルメイン州並びにエア州を出版する。これは65曲の自作を含んでおり、16世紀に出版された部曲集としては最大規模を誇る。パバンとガリアードを体にした組曲が大半を占め、 残りの単体の部局がアルメーンになっている。部局に分類できない単独の商品も含まれている。このような商品はしばしば意味深長で、または幻想的で時に滑稽な局名が付けられている。このような中には流行歌や月期のための挿入歌など、今となっては原型を辿ることができなくなった当時のイングランドの歌謡曲の編曲も含まれていると、 推測されている。アントニー・ホルボーンの楽譜、国際学譜ライブラリープロジェクトサワールエスペリオン21のホルボーンのコンソート曲集。ありがとうございます。